役名というか。松田聖子さんに会う、はい、別にないもん。あ、そうですか。もうそれ以上に会いたい人がやっぱその、いてますよ、ミック・ジャガーにしても。あ、なるほど。そのそれ以上に憧れる人がいてるから、エアロスミスもそうですけど、はいはいはい、海外のアーティストとかの方が。あ、うん、だから次もしこれローリングストーンズが、はいはい、日本に来るとなったら、はい、ミート&グリードとか多分あると思うんです、チケットとしてね、はい、これ多分30万40万ぐらいする、いやそれはもっとするかもしれない、下手したら、はい、俺もう買うかもしれない。あ、でも一生に一度ってもし考えるなら、うん、絶対行くべきですよね、うん、はい、もうでもう絶対最後やから。あ、ほなもう絶対行くべきですね、うん、なんぼあの高くても。じゃああなた誰ですか、憧れる人。僕俺こんなん言ったらですけど、はい、荒井君とこんなに話が盛り上がると思ってなかった。あ、本当ですか、うん、苦手っておっしゃってましたけど、うん、僕は多分その、うん、僕は全然苦手と思ったことないんですいません、はい、一方的に、はい、森田さんが僕のことを苦手と思われてるんだっていうことが、はい、なんでしょうね、はい、普通にこうやってお話しする分には、はい、あ、お話できるんだなと思って、まあ、ぶっ飛んでる感じの方だと思ってたんで。なるほどなるほど、はい、だから、まあ、今こうやってお話してみて、あ、意外と、ただなんでしょうね、あの誰かがいるとダメなんだよね。あ、なるほど、第三者がいると、うん、なるほど。でそうなるとあなたの面白くなさが際立つでもそれこそ面白くなさがあるからこそ森田さんに言っていただきたいんですよ、うん、森田さんのツッコミとかが、うん、僕ぶっ飛んでたらツッコんでいただきたいんですよ。ぶっ飛んでるやつにツッコまねえからなんでなんすか。いや、ぶっ飛んでんやろぶっ飛んでます。だって俺こんなんやったけど、まあ、こう来てもらったのも、はい、今後の告知でどうのこうのですけど、はい、ネタバトルも出られるじゃないですか。ネタバトルも、はい、出させていただきます、ね、はい、でネタバトル出んのは全然ええねんけど、はい、そのまあ秘蔵っ子でも、まあ、やらはるじゃない、はいはい、秘蔵っ子の中ではどういう役回りなの、今もう一回改めて聞くと。ムードメーカーとしてやらせていただきますメイキングできてんの、そのムードは。ムード一応なんていうんですかね、笑いの中心にいさせていただいてるというか、レッスンとか、まあ、明日もレッスンさせていただくんですけど、なんかそのまああんま僕がその得意じゃないから、うん、こうなんかこうね、下手くそなりにダンスしたらそれで笑いをこう、あるのね、はい、っていうのは変な空気にはならない、うん、いや、なんか僕はちょっといろいろね、その秘蔵っ子の人にね、はい、まあ仲いい人には聞いて、はい、新井君とかなんかむちゃくちゃ浮いてんじゃんって聞いたら、はい、いや、新井さんがいてくれてるおかげでずいぶん助かってます新井君で助かることあんねんやとだからそのレベルが僕低いからこそ、うんうん、あ、このレベルでやっていけんねやっていうのがあるのかもしれないです。そのああ、はい、もうでも考えたら、はい、そのいろいろな人といろんなことをやってることによって、はい、ちょっとずつ、はい、こうあなた自身も洗練されていってる部分があるじゃないですか。あ、そうですね、本当お笑いのスキルとかも、うん、やっぱり上がってへんわ上がってないですか上がってへんのかいや、2年前おそれからその2年前から比べたら断然上がってるはずです。あ、そう、はい、すごいね。もうそうとしか言いようがない。そうあ、もう自分は自分はすごい、それを言えるのはすごい、はい、俺一個も上がってない、俺はね。いやいや、そう、いや少しでも森田さんに近づければと思って、うん、いや、そんな目標ないわ、俺。いやいや、俺が誰かの目標になることないわ。いやいやいや、やめろやめろや、そんなん言うたらあかんで、嫌われるだよ。そうですか、うん、そうや、森田さんに憧れてます。いや、まあ、嫌われる、あ、嫌われるというか、お前なんやろ、お前何も見えてへんなってなるいやいや、そんなことない、ほんまに。そんなことない、いやいや、やめなさい、やめなさい、もうそ先発中もうそれ激痛やで、もう。いやいやでも本当に、うん、こないのもあれですけど、うん、めちゃめちゃ後輩から慕われてますよ。いや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 、はい、そんなんええねん、はい、そんなことがそんなことが、いや、別に言われて、はい、うんとかならんねんいやいやいや、ならんねん。本当ですか、うん、僕その入澤さんとも仲良くさせていただいてるんですけど、やっぱ森田さんのことをめちゃめちゃあの方お好きなんで、いや僕も好きなのにな、でも苦手と言われてるんやなと思って、こうそこでクローズしててもよくないじゃない、ええ、もし閉じててもよくないから、はい、まあ来てくれはんやったら、まあ、その青のようにね、優しくね、あ、青く優しく、青く、なるほど、青く優しくか、はい、やらなあかんなと思うなるほど、うん、あ、そういうこと。いや、だからそれは、うん、ただもうライジングバスケですか、はい、あれはどういうふうにしてネタを作ってるんですかまあ大抵はスケダイさんが、まあ、相方さんで、はい、作っていただくんですけど、うん、スケダイ君が作ってるの。スケダイさんが、はい、大抵は作ってくれてて、で僕がさせていただく時ももちろんあるんですけど、まあね、
あんまりかんばしい成績上げたことないんで、うん、おうおう、ぜひ作っていただけないなんでやなお前なんで俺が人のネタ作らなあかんねん自分のネタもよう作らへんのに。いやいや、ベターズすごいじゃないですか。いやいや、あれはもう2人で悪口言うてるだけやろいやいやいや、うん、で入り口だけ作ってあとはもうこんな金やればって言って、いや、まあ、あれもマル兄さんがあやっぱもうこうグッと走っていってくれはって、それでいいし、はい、うん、であなたはだってあれに関しては一応ツッコミなんでしょう。そうですね、ツッコミで、はい、させていただいてるんですけど、いやだからそのツッコめてないんじゃないじゃん。あ、だからこそやっぱり森田さんの域に達しないといけないんだな。だからその目標地点が俺はむちゃくちゃ低すぎんねんてそんなことがありますよね。お酒にはまあお酒全く飲まれないの。それこそ井原咲さんが、はい、なんかお酒を頼まれた時に、はい、これやったら飲めるんちゃうのって言っていただいて、うん、飲んだのは飲めたんですよ。それが梅酒のなんかすごい水割りで、うん、なんか薄くしたやつみたいなやつは飲めました。ソーダ割りだったかなんか そんな感じの、うん、まあ、通常のやつを飲んだらもう赤くなって倒れる。いや、じゃなくてね、そのアルコールパッチテストとかやってもアルコール の耐性はあるんですよ、うん、でもあんま味が好きじゃない。はあ、はい、じゃあまあやめときな。そうですね、うん、あんまりなんかこう無理に飲むようなもんでもないかなっていう。まあそうだね、はい、やめときな、はい、うん、こっちには来ない方がいいよそうなんですもうかさばって仕方ないし。あ、かさばって、まあね、じゃあちょっとこのコーナーに行きましょうか、はい、リコメンデーションスウィークこのコーナー、まあ、ゲストの方のお写真を紹介するコーナーでございましてね、あっちの大きいモニターにご注目くださいませ。まず1枚目ご注目です、ドン、はい、いいもん食ってますね、これ。何ですか、これね、青着て。青を着て、これ服はニーナさんにいただいたものなんですよ、実は。おーおー、はい、で、あ、ニーナ君にも可愛がってもらってるんだ。多分可愛がってもらってるとかって僕が言うと、うん、ニーナさんがそんなことないって否定されると思うんですけど、はい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 、服もらうはだいぶの関係性ですよ。そうですね、その、僕が特定でいただいたわけじゃなくて、若手にって言っていただいたやつで、はい、その時に、ナンバーグランド花月 NGK 公演で、はい、まあ、入澤さんとか、はい、筒井さんが一緒にいらっしゃって、はい、若手でどうぞって言っていただいた服が何個かあったんですけど、うん、ほぼほぼ全部僕がもらいました、体型がやっぱりニーナさんと僕が合うっていうので。ああ、そうかそうか、はい、同じような、まあ、体型だから。あ、そうです。で、こう着ていったんですけど、心斎橋三ツ矢っていうお店で、心斎橋三ツ矢、はい、うん、伝説の三ツ矢ライスっていうのを食べたんですけど、はいはいはい、でこれ迎えにいるのが住吉大和くん。そう、分からへんから、はい、まあ、分からへんけど、あ、一応写真も、はい、用意させていただいて、大和くんで、で、大和くんがその10月の17日にお誕生日やって、はい、で一応一緒に秘蔵子として活動させていただいてるんで、はいはい、やっぱり先輩としてなんか、あ、先輩も後輩なんだ、はい、うん、彼が後輩なんで、そのお誕生日祝いをちょっとできればなと思って、ね、で、なんかあるかって言ったら、新井さんのおすすめの店でっていうことやったんで、前に一回、海鮮とか、はい、ちょっと、お食事一緒に行ったりしてたんで、ちょっと趣向を変えて、はい、洋食っていうので、はい、ちょっとボリューム満点の、カツが上に乗ってる、はい、下がオムライスっていう、はい、それが伝説の三ツ矢ライス。へえ、はい、有名なんだね。はい、心斎橋にある、心斎橋にあって、でチェーンなんでいろいろ京橋とかにもあって。この間僕誕生日やったんですよ。あ、本当ですか、はい、ぜひ行きますか、はい、僕出させていただきます。いやいやわ、いやいやわ自分で出すわいやいやわ恥ずかしいわな。本当ですか、うん、いやもうそんななかなか豪勢じゃないですか、これ。そうなんですよ。今日も言っても、はい、こんなん言うたら申し訳ないですけど、はい、筒井くんが、はい、その出てくれる予定だったんですよ。あ、そうなんですね。ほら、その会社から連絡行ってるって言ったら、いや、行ってないですって。あ、そうってなって、で、昨日、はい、俺、劇場見学行ったら、あれ夜イベント入ってるやんって、明日ファミリーナイトになってるから、はい、え、これ筒井くん明日無理やんかって。そうですね、僕無理ですね、おい、さっき言ってくれよと思って。なるほどなるほど。でもしゃあないわと思って、みんなにわーって調べて、はい、行けますかって、誰も無理やって。あ、そうなんですか。で、はい、新井くんで、だから最近出てない人ってこう調べたら、新井くんか新井くん、そうですね、苦手って言ってますもんね、新井くんか、うん、どうやって話したらどんな色をこうやって、うん、まあでも、誰々やったらこんなある、こんなトピックスある時送ったけど、全員が、あ、すいません、1100あれ1100、うーん、あれ
で送って、はい、で新井君がね、はい、あ僕行けますと、はい、バイトを早く切り上げます。いやそこまでしなくてもと思ったけど、あのいやその気使わせると思って、うん、言わんといた方がいいなと、行けますだけでよかったんですけど、うん、でも逆にそれも言った方が、うん、僕の性格とかも、ねうん、分かっていただけるし、それもバイト何やってんのとかのトークにもつながるかなと思って。いやらしいね、ね伏線張るんですよ伏線を。いいいやらしさが ね私と一緒ですな。でしょ、あうわ嬉しい。いや嬉しいないね、やったどこで喜んでんのよいやらしい部分に似てもしゃあないの。今日一歩でも近づけたと。いや森田さんに目標は私じゃ絶対ダメだから。いや嬉しいな、本当嬉しくないよ喜んで。いやでもこれは美味しそうだから、もうぜひ、ね、あの行ったことないです。ナイスナイス、私知らないですね。はい、あの伝説の三ツ矢ライスってあのテレビとかでも結構やってたり。でもその割にガラガラですね。あこれね開店すぐ行ったんですよ、実は11時ぐらいに。10時ですね。10時で、10時にこんなしつこいの食うの。そうですね、思わない。いやでももうお昼やと思って、でそんな気持ちはね、ランチはいね、それ10時からやってるから、はい、もうでちょっといろいろ。じゃあ普段行ったらランチタイムもういっぱいなんだ。そうですね、もうでもこれあの、うん、僕らの後ろは誰もいないですけど、うん、もう続々と入ってきてて、実ははい開店前から結構並んでたんですよ。おー、はい、へー、むちゃくちゃ美味しかったです。でいや美味しそうだね。はい、大和君も気に入ってもらって。十時にこの揚げもうわあ胃が動かんなちょっとあっさりの方が良かった。二時半ぐらいのすきっぱらの方がいいね。なるほどね、うん、でもあのそっからちょっとカラオケ行ったりとか。結構こっからカラオケ行く。はい、あの俺たちは秘蔵子っていう秘蔵子の、うん、セカンドシングル、はい、うん、歌ったり一緒に。え、カラオケ出てんの？カラオケ実は、はい、入ってて。うらやましいな。いやもう本当にありがたいですね。ヒゾーこれ出てくるな、はい、絶対歌わへんからな。なんでやねん歌ってください。いやでも歌いたいな。歌ってください。あのエクスタシーも入ってて、エクスタシーは、まあ、僕らカバーとしてやってるので、あの先輩方の曲として。難しいよあれ。はい、あもうこの間内場さんにそのあれむちゃくちゃ難しいですやんって言って、はいはい、せやで、あれむちゃくちゃ難しい。でもあの膝をこのやつは聞いてはんねん。あれだいぶ変調してんなっつって。あ、そう、あの、うん、むちゃくちゃ歌いやすいに調整したのね。そうですね、大阪エクスタシーって言っても歌詞が全然違うんですよ。え、僕らのあれと歌詞が違うの？歌詞違うかったっすね。え、はい、そうなん、はい、それは知らんかったわ。なぜか、うん、そのカラオケでやってるのが多分本家やと思うんですよ、うん、だから僕らがカバーさせていただいてるやつがちょっと歌詞が違うんですよ。メラメラと燃えて、はい、ジェラシーじゃないの？あ、そこら辺はちょろちょろと多分一緒なんですけど、うん、その前の下りがちょっと違うかったりとか。え、ちょっと具体的にはちょっと言えないですけど。ああ、そうなんね、はい、ぜひよかったら歌ってみてください。いやいや、あれむちゃくちゃ難しかったから、はい、難しい。でもつんくさんが歌ってはんのがむちゃくちゃうまいっつって。あ、そうなんですか。さんが紹介して聞いたら、えげつない、あの人のために作った歌ちゃうかいうぐらいうまいですよ。それは YouTube かなんかで見れる？ YouTube で聞いていきますよ。あ、また、はい、はい、見てみます。じゃ じゃあ続きましての、はい、三ツ矢サイダーでしたこれ三ツ矢、伝説の三ツ矢ライスっていう。三ツ矢ライス、三ツ矢サイダーも好きですけど。あ、じゃあ続きましょう。じゃあどうこれね、ちょっとピンポンしちゃってるんですけど。何やねんこれじゃあこれね、チュートリアルの福田さんみたいな見えるやん。これね、あの実はその、うん、僕の携帯で撮ってくれたんですけど、うん、その人のせいじゃなくて、うん、僕の携帯の精度が一回こうなったら消してもう一回やらないといけないんですよ。 iPhone ですか？Android ですね。なるほど、はい、でそうなってると思わずこれ撮ってくれたんですけど、はい、実はこの写真に意味があって。この写真に意味がある、まあ、そのピンボケしてることが、はい、いやそれピンボケは、まあ、もちろん、まあ、クリアの方が、はいはい、あの甲子園球場なんですけど。はいはい、分かる、はい、はい、クライマックスシリーズっていう阪神タイガース対広島東洋カープの、はい、まあ、いわゆるプレーオフですよね、はい、シーズン1位と2位が戦う。すごいご丁寧にね、はい、阪神対広島って言うたらいいのに、はい、阪神タイガースと、はい、広島東洋カープ、カープね、はい、わざわざ東洋までつける、はい、ね、やっぱね、はい、律儀に行こうと。律儀に、はいはい、いいんじゃないでしょうか、はいはい、の、試合でこの試合に勝って、うん、あの日本シリーズ進出を決めた試合、うん、決めた試合に僕行きました。へえ、はい、すごいね。はい、それは何、あなたご自分の力で？これはね、うん、あの一緒に行っていただいた方が、あの岡田監督の、うん、今阪神タイガースの監督岡田監督なんですけど、うん、監督のヘアメイクしたはんの？
いやいや、ヘアメイクしてないですよ。岡田さん監督のヘアメイクしてない。ヘアメイクしてない。いや、してない、してないです。全然、あの岡田80回っていう、その岡田監督の背番号80に違うから、80回っていう、まあ要は応援会みたいながあって、講演会、講演会、はい、講演会ですね。おてる、おてます、おてます。あって、そこのメンバーの方が、その新喜劇好きな方で、はい、で、新井くんタイガースも好きやったら一緒に見に行こうかって言っていただいて、ちょっと待って、新喜劇好きな方が、はい、新井くんを好きになることがあるの？あるんですね、これが。あ、何、それはどこで、ネクストで？いや、新喜劇ファンの方で、うん、あの松浦恵子さんとかも好きな方なんですよ。だから、僕を単押しとかじゃないんですけど、阪神タイガースの、あの話がきっかけで、一緒に行こうっていう話になって、でちょっと待って、はい、阪神タイガースの話で、元々そのだって、はい、いやその、まあ、その方はね、はい、岡田監督の講演会に入っておられるわけでしょ、はい、その方とあなたが知り合うきっかけは何だったの？吉本新喜劇ですね。あの劇場に結構見に来ていただく方で、ほう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 、はい、で、まあ、僕もあのよくお話しさせていただいたりしてたん で、 でその中で僕が、まあ、ツイッターとかで阪神ドラホーとかつぶやいてたら、あ、新井くんも阪神好きなんやなっていうのを知っていただいて、おうおうおう、劇場とかで会う時に吉本以外の話してた阪神の話をして、はいはいはい、で、まあ、そっから今年よかったら一緒に行こうぜっていう話になって、この試合が多分ね3回目ぐらいかなと、はい、でそのむちゃくちゃええところ見てるやん。そうなんですよ、こう一塁側のアルプス席で見させていただいたんですけど、そのタオルも買って、そうですね、あのファンクラブの抽選では全然当たらなかったんですよ。もう全く当たらなくて、じゃああなたもその講演会入ったらいいんじゃないの？そうですね、もう入りたいんですけど、なかなか京都なんですよ、実は京都の講演会、あなた京都の大学行ってたじゃん。京都行ってました、でも別にいいじゃないですか。ちょっと遠いかなっていう。ちょっと遠い、ええやん別に。まあまあまあ、そのきっかけで行かせていただいて、まあまあその関係者席じゃないけどあるんだろうね、はい、取れるそういうのは。そうですね、はい、それがもう一番今、まあ、鮮明な思い出としてあって、で実は今日もその一般販売で日本シリーズの一般販売があったんですよ、で今までそのファンクラブの抽選も外して、ここやと思って一般販売にかけたんですけど、全く繋がらず、やっぱすごいね、はい、2時間ぐらい格闘したんですけど、もう電池と時間が消耗しただけ。わー、面白い、面白い言い方をね。気持ちも消耗しました。ああ、なるほどね、ありがとうございます。すみません、私は何も浮かばなかった。私がしょんぼりしたぐらいです。いや、しょんぼりしないで。返しはうんこからなくてしょんぼりしたぐらいです。いやいや、そうですか。阪神の試合。でも、その方がまた、はい、日本シリーズ第2戦を当ててくれたんですよ。で第2戦は行くこと決まりまして。うわ、いいね。もう嬉しいですね。やっぱそれ、新喜劇きっかけで。うん、で阪神の縁もあってっていうことなんで、新喜劇入団できてよかったなって。本当ですか、ね、はい、思います、はい、ところ新喜劇がなかったらね。そうです ね、 ね、こういう出会いもなかったかもしれない。そうですね、新喜劇やってよかったですね。もうそれ以上何も見つからないですけど。いやいやいや、はい、続きましてのお写真、続きましてね、これが、京都国際映画祭、はい、に僕出演させていただいたんですけど、お吉本新喜劇ネクストの、はい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 、プレゼンツで、はい、このメンバー、筒井さんはちょっとこのメンバーとはまた違うんですけど、はいはいはい、そこでもダンスさせていただいて、はいはいはい、でまあ、一般の方 SDGs の、はい、まあ、歌を歌うっていうので、はいはい、松浦慎也さんが作詞作曲した曲を、例えば、まあ、僕らが、ラパンっていうお店の方と、はい、女性5人の方とが、まあ、ボーカルで、その方と一緒に僕ら踊るっていう、はいはい、で吉田豊さんが、はい、お昼に天下一品の、皆さんご出演していただいて、これ吉田さんの左横が黒木健一郎さんではないです。モルテンラブヨシー